本当余計なことしてくれたね。ちょっと痛みを感じたじゃんか。あらら、もっとこだわると思ってたけど、臨機応変に対応できるくらいは大人だったんだね。あいにく振りを貫くほど頑固でもないんでね。それに関係ないよ。たとえプリズンエデンを使えなくても素で強いから、私。お前はさすがに蘇生しないだろう。下がっておけ。そうだね、朝みたいにはならないね。死んだら終わり、絶望だよ。でもさ、意味あるの？私を殺して。あるさ、見せしめさ、はにそぐわない従属を出すとこうやって無残な姿になり果てるっていうね。そうかそうか、私の命一つで絶望と希望が同時に生まれるのか、それは確かに価値がある。見れないのが残念だけどね。そういうことだ、転がってろ。これでおしまいだ。朝、たとえルールを無視できても私に攻撃が入らなければ無意味だろう。お前はプリズンエデンでただただ無力を嘆くがいいさ。奇跡は起こらないよ。敗北、勢いだけで勝利を夢見た幻想はいつもたやすく粉々に砕け散る。もう月下は心を壊された。自信も戦意も喪失した。もう戦うだけ無駄だよ。もったいない。己の利点をこうも発揮できないなんて。私はやっぱり間違ってたのかな。メリアさんの言う通り一人で戦う術を磨いていればよかったのかな。なら余計な情報を排除して集中できていた分自分の思い通りの戦闘とかできたのかな。手応えを信じてる。見えんぜ。私は真から戦闘の可能性を学んだ。あれは間違いなく普段の浸水霊の時よりも確実に戦えていた。その実感もあった。思い出せ、真はどう戦っていた。今の私でも格上と戦えていた。それはなんで？勘違いしていた。違う、あの戦い方は私だけの戦い方じゃない。みんなの能力を最大限まで利用した能力の戦い。必要なのは大層な技じゃなくて些細な技術の創造性。それが創生につながる。間違っていたのは私の方だったのかもしれない。エイジンさん、やっと出したか。遅い。これで多少マシになってくれたらいいんですけどね。大事なのは能力をどう使うかじゃない。みんなの能力をどう私に馴染ませるか。自分の力、創生主体に消化しろ。目や感覚に頼らなくていい。私の能力と人物たちの能力が勝手に反応してくれる。私は今エイジン間で見えている情報をしっかり把握すること、それが第一優先。今までの動きと違う、これが、私が寝たかった結果ちゃんの可能性。素晴らしい。さっきは無理やり使う能力を合わせて技を使おうとしてたのに。今は違う、自然に複数の能力を一つの能力として落とし込んでいる。一瞬でどうやってここまでの理解を深めた、あの挫折の中、私がその境地を教える前に涙結果ちゃんを変えた。創生支配、ナチュラルホリック。今までにない質の高い能力攻撃、これはちょっと腕がなりますね。見える、今のままだと同じく分解される。だけどこうすればさすがにびっくりするんじゃない。創生支配、反射鏡。望むところですよ。君たち、私の手で、見ないよ。これは私から奪い取れと言っている。ルーシー、ここまでしても無理になれない。本当この子は化け物に似てる。認めよう、私はどうあがいても隠したか。このまま負ける。でももう仕方ないじゃないか。どうしても届かない境地がある。だから用意しろって言ったんだぞ。私はほら、返してやるからさっさと意地っ張りなお姫様を倒せ。私はメリアの手助けをする。結果を認めさせる手助けだ。メリアにつくとは言ったけど、結果の手助けしないとは言ってないぜ。のるん、何よ。どういうつもり？でもこれはチャンス。死んでいないなら私の力として扱える。させない。そうやって従属に頼った戦い方ではあなたは成長できない。私の方が早い。メリア、間違えてるよ。そっちじゃない。月下が似てるのはずっとメリアだ。強化狙いじゃない。死んでないなら助けなくてもいい。目の前の敵をただ狙え。頼り気がない。私自身がみんなを誘導して共に勝利をつかむ。それが私の本性だ。言ってくださいよ、最初からその戦い方ができるなら。終わった。一切かなわなかった。あれだけ全部出し切ったのに私はまた勝ちきれなかった。乾杯ですよ。私にここまで出させたのは大したものです。戦利眼に半端ですが、神格解放まで使った。いえ、使わざるを得なかった。私はここまで出す想定はなかった。それに最
最後の動きと思考が一本山ではなく、あくまで自分自身で何とかする些細なきっかけを餌に自分が勝利をもぎ取ろうとする。最後は冷静さを欠いていましたが、様子を伺わずに攻撃し続けたのもぐっとご主人に欲しい思考回路の補完になりますね。何か反省点はありますか？反省しかないわよ。私はずっと仲間のあり方について勘違いしていた。協力することがメリアちゃんに私を証明する手段だと考えてた。でも違った。絶望の底まで叩き落とされた時に仲間に対して無力感を感じてしまった。でもそれは私が仲間の扱い方を間違っていたからだって気づいたの。よく頑張ってくれたね。私がここまで戦えたのはあなたたちが頑張ってくれたおかげだよ。課題はもちろんたくさんある。すべて納得したかというとそうではない。だけど今のご主人を任せるには十分。私は少なくともそれだけは納得できた。9大点ですが合格です。おめでとう。そうかい。なら我が最後に見てあげるよ。もともとはメリアと私 VS 月下とその他大勢だったわけじゃん。じゃあ私も納得させないとこの勝負は終わらないよ。私の最後の課題は敵を人質にされた状態でどう私に立ち向かう。極限まで手加減してやる。条件を満たせば今のお前たちでも勝てるくらいは絶対してやる。私もロトも倒すか、リスクを負って奪還して私を倒すか。方法は問わんよ。せっかく認め合ったんだ。同じ頭脳同士しっかり共闘してくれよ。方針や思考のズレがあれば容易に打開するぜ。最悪専属心取り消しだってあるかも。ここはプリズンエデンだ。私を倒せるまでここから出れると思うなよ。今度は私も試そうってわけですか。面白い。月下ちゃん、その二人を早く戻してください。ここからは私たち二人が試される最終試練ですよ。やってやるわよ。正直この子たちがやられて敵を異様に利用されて腹が立って仕方がなかったのよ。夜、そんなひどい状態でもよく耐えたわ。あとは私に任せて。朝、あなたたちは勇敢だった。その力しっかり役立てるわよ。もう完璧な神水霊にもならないわね。でも戦うわ。よく言いました。月下ちゃんのオーラと傷を回復させます。ここからは私含め実戦です。これを乗り越えてやっとご主人たちを導けます。きっとあの子は最初からこの展開を狙ってたのでしょうね。私にできなかった、誰も私に試練を与えれなかったからであって、すぐのあなたが私を試そうと言うんですね。あなたは一体私の何を試してくれるのか楽しみですね。あなたは私の何を試すつもり？力か、度胸か、知能か。私がメリアに試すのは実力じゃない。どれだけ他人と合わせ共感できるかだよ。メルトリアの違いすぎる価値観は時に仲間すらも苦しむんだぜ。さっきも言ったけど、私が死ぬのと敵が死ぬのは同義。さっきは許容したけど、メリアなら手加減した私を殺すことは容易。もちろん私もやられに行く。仲間が苦しむ姿を見て、メリアはどこまで共感できるか、それとも無駄だと嘲笑うか。だけどそれをすると関係が悪くなるのは明確。余裕がなくなってきたぞ。月下の前で敵と私を倒せるか。メリアは敵をどう助ける。落とし前はきっちり自分でやってね。よく言いました。月下ちゃんのオーラと傷を回復させます。ここからは私含め実戦です。これを乗り越えてやっとご主人たちを導けます。待ってよ、オーラ全回復してるんだけど。傷もオーラで治したわよね。でもまだ余裕あるの？メリアさんは私全部出し切ったけど、結局のところメリアさんの足元にも及ばなかったってことじゃない？すごくショックなんだけど。たくさんと互角に戦えたからって思ったのに、ここまで実力差があったなんて辛すぎるんだけど。そんなものですよ、リアルなんて。の比較になっちゃったね。月下ちゃんの能力使用のタイミングが悪かっただけで、もっとメリアちゃんを知ってたら前線できた。つまり私だって時空支配使えばメリアちゃんと戦える。でも勝てたことないじゃん。毎回泣かされてるじゃん。次は勝つもん。オーラなんて跳ねのけるもん。白金、オーラだけでしか戦ってないメリアと全力出し切ってる白金、その差だよ。私も人のこと言えないけど、じゃあ私もオーラだけで戦うもん。まずは1000習得するもん。次は生も習得するもん。おお、頑張れー。